皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回はですね、酸素投与時 SpO2100% ではいけないわけというお話をしていきたいと思います。ん？待てよと。サチュレーション 100% でなぜ悪いのか。まあ実はですね、サチュレーション 100% という数字はですね、ちょっとした、まあ、罠なんですね。ですのでこの数字には、まあ、惑わされてはいけないと。まあ、どういうことか。まあ、今回はですね、洞察力の本には、まあ、載っていません。で、これはどちらかというと、まあ、人工呼吸器を使っている時の話ですので、まあ、直接は関係ないんですが、まあ、ただですね、急変予兆を見抜くということを考えた場合には全く関係ないわけではないので、まあ、ちょっとね、おまけとして動画を作ってみました。サチュレーションが 100% という場合には、まあ、これはヘモグロビンが何かと結合しているということですよね。まあ、通常は酸素ですよね。通常は酸素とヘモグロビンが結合しているという状態で、一酸化炭素中毒の場合にはヘモグロビンが一酸化炭素と結合してしまうと。まあ、これはですね、どこかの動画でお話をしたと思います。あの火事の現場でね、どうして我々がこう逃げ遅れるのかというと、まあ、これは、酸素とヘモグロビンが通常は結合しているんですが、火事の現場では一酸化炭素がまあたくさん発生して、一酸化炭素というのは、まあ、酸素に比べるとですね、ヘモグロビンの結合率がですね、まあ、結合力が200倍くらい強いんですね。ですから、まあ、ヘモグロビンは、一酸化炭素とこう結合してしまうと、もう酸素とは結合できない。そうすると、まあ、細胞は酸素不足になってしまうと。ですが、ヘモグロビンと一酸化炭素が結合していますので、まあ、これはサチュレーションは 100% になるというお話をしましたよね。まあ、そうすると、一酸化炭素中毒は まずいということはわかると思いますが、100% との、まあ、100% のヘモグロビンと酸素が結合していて、まあ、なぜ悪いのかということで、少しこの辺がですね、まあ、混乱するかもしれません。で、このサチュレーション 100% というのはですね、体にとって悪いのかと言われると悪くはないんですよ。ヘモグロビンと酸素がですね、100% 結合しているわけですから、まあ、これはですね、酸素化がまあ良いということは間違いないんですね。じゃあ、くどいようですが、サチュレーション 100% って何が問題なんですかというと、サチュレーション、まあ、SPO2 が90の場合には、PaO2 は60くらいっていうお話をしましたよね。まあ、ですので、一応これがね、まあ、デッドラインで、まあ、これ以上悪くなると、急激に悪くなりますよっていうお話をしたかと思います。そして、サチュレーションが98くらいの場合には、PaO2 は100くらいですので、まあ、これはですね、十分に酸素を持っていますよということになるわけです。何が問題あるんでしょうかね。問題はここからなんですね。ここからってどこでしょうかね。今はサチュレーションが 98% ですよね。その場合には PaO2 が100、まあ、これがですね、一応の限界ですよ。まあ、ルームエアで、酸素を吸っている場合には、まあ、この辺が限界になってくるわけですが、例えば酸素を吸ったり、あるいは人工呼吸器を使っていて高濃度の酸素を吸入している場合には、まあ、これ PaO2 ってどんどん上がっていくんですね。まあ皆さんもですね、見たことあるかもしれませんが、血液ガスを取って PaO2 を見てみると120とか150とか200とか300とかっていう数字になってくるわけです。ですので、まあ PaO2300 ってどういうことかっていうと、めっちゃいいってことなんですよ。で、めっちゃいいんだったらばそれはそれでいいじゃんというふうに思うかもしれませんが、問題はですね、 PaO2 が100以上に上がっていってもですね、サチュレーション SPO2 は100以上にはならないと。サチュレーション100という数字が、まあこれ上限なんですね。そうすると、いや別に悪くないんでしょと。まあ、そうなんですね。悪くないんですよ。悪くないんですが、じゃあ何が問題なのかというとですね、これ臨床的には非常に大きな問題でして、どういうことかっていうと、実際には高濃度の酸素を吸っていると PaO2 が300くらいあるという話をしましたよね。まあ、こういう患者さんはたまにおられます。例えば酸素をですね、まあ、50% とか 80% とか、まあ、100% とかね、使っていた場合に、まあ、ガスを取ったらですね、 PaO2 が300と
ああ、こんなに酸素いらないやっていうことがですね、あると思うんです。ですが、その状態を放置してしまうと、例えば PaO2 が300あった患者さん、まあ、痰が詰まったりして PaO2 がどん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 下がってくると、まあ、当然200、150、100、そしてまあ95、90とこう下がっていくわけですね。ところが PaO2 が300の場合にもサチュレーションは 100%、 PaO2 が200の場合にもサチュレーションは 100%、 PaO2 が150の場合にも120の場合にもサチュレーションは変わらず100という数字を、まあ、表してくると。でそうするとサチュレーション100っていう数字は悪くないんですが、ちょっといいのか猛烈にいいのかっていうことがわからないんですね。でどっちにしても悪くないならいいじゃんというふうに思うかもしれませんが、300の患者さんが何らかの異常が起きていて150まで下がってきたという状況があったとすると、これはこれから悪くなるというサインになってきます。しかしサチュレーションはずっと100のままですので、異常な早期発見ができないということなんですね。ですからサチュレーションが100っていう数字を見た場合には PaO2 が120かもしれませんが300以上あるかもしれないと。悪くはないんですが、良すぎるリスクがあるということをですね、僕らは認識しておく必要があります。まあ、ですので、まあ、はっきり言うとサチュレーションはですね、まあ、100あった場合には、まあ、そんなに酸素いらないわけですよ。ですから皆さんも病院で仕事をしていると先生がですねフラッとやってきて、まあ、酸素の量をこう少なくしたり、あるいは人工呼吸器の設定を変えたりして FiO2 吸入器の酸素濃度をですねどんどん下げていくと思うんですね。まあ、そもそも高濃度酸素というものは体に悪いわけです。ですから高濃度の酸素は必要ないし体に悪いし、まあ、急激な変化が起きたことにも気づくことができませんので、サチュレーション100っていう数字を見るとですね、まあ僕正直言って不安になるんですよ。あれ？この人大丈夫？という話になりますので、まあなるべくですね、サチュレーションは99以下に、まあ設定しておいた方がいいかなということで、まあこの辺はですね、皆さんもまあ知っておくとよろしいかと思います。PaO2 ってどれくらいまで高い数字見たことありますかね？まあこれね、理論上、700を超えるんじゃないかと思います。まあ、700まで行った人はまあ僕は見たことありませんけれども、僕がですね見た中で一番高い数字はですね、まあ、500-230の患者さんがいました。で500-230ってどういうことかっていうと、冬の寒い日にですね、まあ、外で寝ていてというか、まあ、倒れていたんですね。それで、体温がですね、まあ、32度とかですね、31度とか、もう超低体温の状態で病院に運ばれてきてですね、でまあ、心臓ももう止まっていたんですね。まあ、それで心肺蘇生をしてですね、でまあ、何サイクルかこうやったらですね、心臓が動き出しましたので、じゃあ ICU に入れましょうということで、まあ、ICU に入れましたが、低体温だと代謝が下がっていますので酸素使わないんですね。そして、心肺蘇生をする場合に、まあ、最初は相関して、酸素濃度を 100% にしたりしますよね。そうすると、まあ、酸素を使わないような低体温の患者さんに 100% の酸素を使って、まあ、心肺蘇生を試みましたので、その後に取ったガスがですね PaO2 が、まあ、500-230あったと。まあ、こんなに上がるんだというふうに、まあ、僕はちょっとびっくりしましたけれども、まあ、そのように酸素というものは、どれくらい吸っているかということと、まあ、どれくらい使っているかということも、まあこうまあ、計算に入れなければいけないんですが、まあ、いずれにしてもサチュレーションは当然 100% ですよね。ですので 100% の数字というものはですねちょっと怖いんですね。 99% 以下にしておきましょうということですね。まあ、この辺知っておいて損はないかと思いますので、ぜひ、まあ、日々の臨床にね、まあ、参考にしていただければと思います。というわけで、本日の出直し語録です。 SPO2100% 悪くないけど不安です。すごく良いからまあまあ良い。その変化に気づく意識が急変予兆に気づくコツということですね。ではですね、一回おまけを挟んでしまいましたけれども、まあ、次回はですねフィジカルアセスメントのヘッドトゥートゥーアプローチというお話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。